はい、こんにちは、科学科の先生です。今日は世界一簡単なモーターを作って実験をしたいと思います。使う道具は100円均一のお店とかで売っている平べったい強力な磁石を使って実験をしていきます。お名前化されます。次に5センチの釘を1本用意しています。で、あとは炭酸の乾電池1本用意しています。それからあと使うのは、家庭にあるアルミや、これを切って使います。それでは実験してみたいと思います。まず磁石を4枚重ねたところに釘を引っ付けます。で、釘が回転した時に分かりやすいようにテープを貼り付けてあります。次にアルミホイルを細長く切って折り曲げて約10センチ長ぐらいの長さにしています。それでは先ほどの釘と磁石を引っ付けたものを乾電池に引っ付けます。磁力が強いので乾電池の下にぶら下がります。そしてここで電気を流します。先ほどのアルミホイルを乾電池の端につないで、もう片方を磁石に接触させます。そうすると勢いよく先ほどのぶら下がっている釘と磁石が回転をしてくれます。大変よく回ります。あまり長時間やると熱を持ってしまいますので気をつけてください。それでは次に簡単なモーターの2つ目の作り方を説明して実験をしてみたいと思います。使うのは先ほどの磁石と乾電池以外に、ここに用意してあるのは 0.5 ミリ前後の導線を用意します。それを折り曲げて簡単なモーターを作っていきたいと思います。まずどんな形にするかというと、ちょうど真ん中で折り曲げて、そして、形は自由なんですけども、一番上に出っ張りを一つこしらえます。そして腕を左右に同じ距離で折り曲げて、そしてほぼ乾電池の太さぐらいにそこを丸く折り曲げます。もしやりにくかったらラジオペンチ等を使って折り曲げたらできると思います。それでは何種類か作ったもので実験をしてみたいと思います。わかりやすいように紙コップの上に磁石を乗せて乾電池を置きます。それでは折り曲げた導線を乗せてみます。はい、勢いよく回ってくれました。他の形のものでも試してみようと思います。次にハート型に近い形に折り上げていきます。こちらの方も大変よく回っています。それでは3つ目に、長かったのでそこを切り込むようなことも作ってみました。ちょっと回ったが遅いですけれども、モーターとして回っています。ポイントとしては、この底の端同士が接触をしないように気をつけないといけません。それから、間隔があまり広いと磁石と接しないので、回転しないというのがありますので、この辺の間隔をうまく調整して、レンズの上に乗せてみてください。よく回転してくれると思います。それではあと1種類、螺旋形のモーターを紹介したいと思います。今度はこういうバネ状に導線を巻きつけたものを外して用意します。例えばこういう巻きところに巻きつけて外して
してもいけますし、他のコント検討メーカーのものであれば何でもいけると思います。そして、形としては片方の端を中心をうまく調整しながら真下に折り曲げます。それから一番底の方は先ほどと同じで磁石に上手に接するぐらいの感覚で、折り曲げておきます。乗せてみます。これも磁石と接しながら上手に回転をしてくれています。それからもう少し大きめのものも用意をしました。これもここに乗せていきます。これもグリルと螺旋形の形のものが完全に上で回っています。でいろんな形のものができると思うので工夫したら面白いと思います。はい、それでは今日は2種類のモーターの作り方を実際に説明をして前で実験をしてみました。家でも簡単に手に入るような材料で作れる世界一簡単なモーターです。このモーターがどうして動くのかということは中学校の理科で勉強するようなフレーミングの左手の法則というのがありますけれども、磁石の働きと電流が流れることとそれによって起こる力で物を動かしているということです。詳しく調べてみたい人はまたフレーミングの左手の法則を自分で勉強をしてみてください。これで今日の